はい、こんにちは。ということでね、今日はスマラクトさんというお店にお呼びいただきまして、チャレンジメニューを挑戦しに来ました。一応メニューの方が、総重量 4.5 キロの、チーズダッカルビになりまして、ちょっとこのパンに関しては今日は僕わがままで食べたいって言ってつけていただきました。なんで一応通常の、チャレンジ内容でいうと、このパンは使わずに一応ここの 4.5 キロのみって形になります。一応ルールとしては制限時間が1時間で、成功で無料で、失敗しますと、4800円のお支払いとなります。はい、一応こちらのお店さんですね、チーズ専門店ということで、こういったタッカルビ以外にもいろんなチーズのメニューがあったり、お酒があったりしますんで、もしよろしければ皆さんも足を運んでみてください。ということで早速チャレンジに行きたいと思います。さあ行くぞ。はい、はい、よーい、スタート。で、いただきます。いただきます。でよいしょ。
さです。よっ、ああ、お疲れ様です。ちょっとチャレンジ結果が、まあ、ちょっとあのパン込みなんで、あの正式ではないんですけど、どうすると何分だ、18分5秒ですかね。18分5秒です。いや、美味しかったです。。ごちそうさまでした。